ようございます。今日は早起きをして朝活をしに来ております。渋谷のミニスタパークにあるカフェなんですけど、今9時ぐらいなんですけど、全然こう人もパラパラって感じで、めちゃくちゃいい場所を発見しました。これは何でしたっけ、マッシュルームとほうれん草のやつです。いただきます。美味しそう。スチール撮影をしていきたいと思います。頑張ります。どうですか、いい感じです。はい、楽しみ。出来上がりが入場テープが入場テープが見えちゃってる。ありそう。かわいい、ありそうです。オッケー。めっちゃ緊張、やだ。緊張の顔バレちゃう。バレちゃう。無意識な顔がひどかった、私。センチュリー使うのいい。センチュリー、あ、センチュリーってやつなんですか。あ、なるほど。いつもどんなことを気をつけて、どんなこと気をつけて、これですかとか、商品決めるときはどんな思いを、作りたいものを作ってるんですけど、バッテリーはちょっと高めなので、60ぐらいの方が興味に血管の問題があったりとか、これとかも長めなんですけど、この
長さ調節できるようにしたりとか、ちょっとスリット入れたりとか、割といろんな身長の方が来ても綺麗に着るようには頑張って考えてます。なんか私自身が普通の服っていうか、服を買ったりすると丈が足りないとかがあって、それがちょっと気になってたので、そこをうまく作れるように頑張ってます。オリジナリティっていうか、はつけたいので、そこもまあなんかやりすぎても、この商品って作るのどれぐらいかかったんですか？このセットアップ結構かかってて、3回ぐらい出世したんですけど、私がそれを作ろうって考え始めたのを合わせると、今が8月じゃない、今が7月なんですけど、余裕で多分去年、いつなんだろう、冬とかぐらいから考え始めてて、撮影になるまではどんぐらいなの？今年以上買ったんですよね。そうだ。めっちゃいい。すごい可愛い。どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあ、後ろ。似合う。あ、そんな感じで、あ、すげーかも。めっちゃいい。かわいい、綺麗。足のネイルまで綺麗。あ、ごめんね、大丈夫。肘当たってしまった。はい、いきまーす。エルボしちゃった。あ、いいね。どうだ。色もこだわりましたよ。ヴィンテージっぽい、ちょっと黄みがかったような色にしていただきました。結構いろんな寝合わせやすいし、シルティとかと合わせたとしても、これ一枚で結構味があるから、いい感じに切れます。終わりました。スチールが終わって、これからお昼ご飯が届くらしいので、お昼ご飯を食べて東京駅に向かいます。セット、あ、入ってました。お昼アボカドです。じゃあパッカーンって開けるときとか、パッカーン。やば、重た。ちゃーん、食べちゃいます。いただきます。え、豆腐っぽい味する？え、なんかガンモみたいな味します。え、ガンモガンモって豆腐ですよね。確かに、うん、ですよね。大豆ガンモみたいな味する。おいしい。ボリューム入りますね。ちょっともう食べよう。薄いね。うん、すごい最高。おいしいです。普段はウーバーでなんか好きなの頼んでみたいな感じが多いです。何が多いだろう、何が多いですかね。いつも何食べてましたっけ。前回ハンバーグ食べてました。前回も食べました、ハンバーグ。いや、食べるのよ。あれだ、エッグスチンプスみたいな。そうだそうだ、前回もハンバーグ食べてたらしい、私。でも過去一のボリュームかもしれない。美味しい。うん、
番最初もこういうなんか塩掘りじゃないんですけど、スタジオを借りて撮ってましたね。でも外で撮るようになったのは前々回ぐらいだったのかな。外の方がイメージもつきやすかったりとか、あとアベマって結構海外っぽい感じのコンセプト、海外の西武さんの休日スタイルみたいなことがあって、やっぱこうスナップ的なものを結構想像すると思うんですけど、そういうのに近い雰囲気で撮れるようにって言って、今からもまあ東京駅で撮るんですけど、街中で撮れればいいかなっていう、徐々に変化していった感じですね。この塩掘りはサイトの写真、服のディティールがだった方がいいので、シンプルなこういうところで撮って、雰囲気の画像だったりとかを外で撮るっていう感じで、やめちゃいます。これ食べて午後の撮影も頑張ります。今から撮影で使うワッフルを買いに行きます。ワッフルはなんでワッフルかっていうと、今回の新作に私の実家で飼っていたワンちゃんプリントした T シャツがあるんですけど、ワンちゃんの名前がワッフルっていう名前で、でそのワッフルがワッフルを食べてるプリントの T シャツなんですけど、撮影の時でもちょっと本物のワッフルを持って、やばい、ワッフルワッフル言いすぎて、なんかどれがワッフルか分かんなくなった。人民のための人民によるそう、今からそれを買いに行ってきます。で、あのワッフルの T シャツにある27っていう文字は愛犬の誕生日、2月7日、数字を文字ってというか、数字をつけました。はい。買いに行きます。東京駅着きましたね。雨も降ったりもしていろいろ大変だったんですが、皆様の協力のもと無事に終えました。今から帰るんですけど、また帰ったら回したいと思います。ということで一旦さよなら。帰ってきました。いやー疲れた。今日は結構朝から夜まで充実した一日でした。今日のメインはアベマの撮影だったんですけど、今回私はちょっとディレクター側ということで、いろいろと裏に回りましてお仕事してました。今日はね、朝活もしたのでめちゃくちゃいい一日になりましたね。本当に楽しかった。撮影データがすごい楽しみ。今回の新作めっちゃ可愛いの盛りだくさんなので、ぜひ皆さん見てみてください。今私はウーバーイーツを待っておりますもう帰ってくる時にちょっとお腹すいたなと思って、あんなにお昼ねいっぱいのハンバーガーとポテトを食べたんですけれども、不思議ですね、人間というのはお腹がすいちゃうんです。なので今大戸屋で頼みました。なんかすごい美味しそうなのがあって、何だったっけな、豚肉とレモンの塩麹炒めみたいなのと、もろこし枝豆ご飯みたいなのがあったので頼んでみました。期間限定なのかな、これ届くのを待っていきたいと思います。でご飯食べてお風呂入って、明日も朝からジムに行くのでぐっすり寝
眠りたいと思います。体がねベトベトなのよ、あの夏のベトベトの感じ。今日ほんと湿気がやばくてベトベトなんですよね、もう全身ベトベトって感じで。でもなんかもうある程度ベトベトになるとどうでもよくなってくるんですよね、最後らへん私結構これ夏あるあるなんですけど、夏祭りとか特にそうで、めっちゃ汗かいて最初なんかベトベトやだなとか思うんだけど、なんかもう一定のラインを超えるとあどうでもいいやみたいな、開き直るんですよね。まあどうせもう汗かいてるしみたいな今日はねそのモードでしたね、後半割と。ということでご飯を待っていきたいと思います。はい、届きました。じゃん、美味しそう、美味しそう。いただきます。いや胃が変な感じしてる。すごい、何この袋、めっちゃ可愛いんですけど、ちっちゃくて細長い。これはお味噌汁です。いただきます。うん、美味しい。私いつも朝ご飯とサバとみたいな感じで食べることが多くて、結構和食をね食べてるんですよ朝。で今日朝活して朝もパンだったし昼もハンバーガーだったから、なんかもう和食がめっちゃしみるマジで美味しい。うん、ああ、じゃあちょっとこちらいただきちゃいましょうか。明日顔むくみそう。まあでもジムだから消費するんで野菜たっぷりだ、美味しそう。めっちゃ美味しいこれ。え、めっちゃ美味しいこれ。レモンが効いてる。うん、幸せ。はい、ということで私は今からゆっくり、まあゆっくりでもないけど食べていきたいと思います。今日はちょっと1日の Vlog を撮ってみました。今日の1日はですね、撮影がメインだったんですけれども、美容 Vlog だったりとか、今度ディズニーにも行く予定あるのでディズニーにも撮りたいなって思ってるのと、あと旅行もねちょっと今考えてるので、また旅先でも Vlog 撮れればいいなというふうに思います。はい、ということで今日の1日はこんな感じでございました。では皆さんも体調管理お気をつけて、早く寝ていっぱい食べてエネルギーつけてください。ではおやすみなさーい。ありがとうございました。バイバーイ。